どうもゆうさでーす。さあ、めちゃくちゃやりたかったやつやりたいと思います。スーパーマリオワールド、1990年任天堂ということで、スーファミのマリオですよ。はい、いやもう名作やと思います。もう僕もその何年も前にやったので、あんま覚えてないですけど、僕が記憶してるのは、まあ、ヨッシーがいるで、マントマリオですよねがある、あとは何、なんかスペシャルコースみたいなのがあったような、シークレットっぽいのとかがあったり。はい、さあまあ適当にやっていきますか。はい、今度の舞台は恐竜ランド。何やら怪しいこの島で、またもやピーチが姿を消した。こいつはきっとクッパの仕業。なんでも落語みたいな言い方。まあまあまあいいでしょう。あ、そうそう、これ手上げ音ね、可愛いんですよね。てててぺぺぺ、こっちなんかあったっすよね。ほんまはこっちなのよ、多分最短ルートは。でも多分いろいろ寄り道とかもしていくんすよ。そうそうそう、なんかね、隠し道みたいな、隠し道みたいなのもあんのよ。あ、これを5枚取るんじゃなかった。あ、これこれ、ブルルブル、おおっす、かわいい。え、今の当たるんかな、これ。チビでも当たるんすかね。当たるっぽいな。あ、そうそうそう、で上にね、多分ストックできんのよね。多く取った場合はストックできるんですよ、キノコとか羽をね。だから羽2枚、羽の状態での羽の状態が一番いいから、いいやつやから。これ今ストックしましたね。これもこういうことですよ。うえー、いやちょっと慣れていかんとな、操作。ゲームオーバーにはちょっとなりたくないっすね。ゲームオーバーなったらもう、それはもう、もうゲームオーバーなったことやね。余分に取って余ったアイテムは画面の上に1個置いていきます。セレクトボタンで取れる。あ、セレクトボタンで取れる。ちょっと待って。あ、こういうことか。はい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 、こういうことか。オッケーオッケー。うん。こんなんやったような気もするわ。無理やん。これどうやってかわすの？てか、どっから飛んできてんのあれ。青ボタン、緑ボタンは加速。押したままで甲羅に触ると甲羅が持てる。上を向いて離すと真上に投げたりできる。おお、あ、ワンナップワンナップ。バッチ。かわした。ここの、これよ。なんかブロックみたいなの跡があるじゃないですか。あそこに多分ね、出てくんだよね。あ、いや。あ、コイン出るんや。親切設計。やった。わお。OK。この星を集めていくと、またそのワープとかやと思うんで、上の方で通れば通るほど良かったような気がしますが。はい。ああ、すげえすげえすげえ。なんかちょっと山が生えた。勃起した。よし。これこれこれ。このボタン押すと、多分優しくなるんですよね。味噌汁。え？何？持っていけんのこれ。え？え？押していいのかな？ああ、そういうこと。ボーナス！あ、ボーナスこれ！よし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 。うわ、めっちゃでかいめっちゃでかい。でもゲームオーバーなりたくないから。よし。これで、何？あ、押すのか。スイッチの給電、あなたが押したスイッチの力で、は？が、は？に変わり、ここまでのコースが記録できます。よし。楽しい。カッパ山黄色スイッチ。記録して続き、バイニャーン。バイニャーン。よし。てー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 、おー。気持ちいい。あ、出た出た。今、今、びっくりマークのブロックでしたよね。出た！出てよ！ふぅ、助かった。僕、ヨッシー、クッパに捕まった仲間を助けにお城へ行こうとしたら、奴らに卵に閉じ込められたんです。奴らに卵に。よし。黄色ボタンをジャンプ、赤ボタンをスピンジャンプ、踏めない敵も踏めて、大きいマリオならブロックも割れる。ヨッシーが降りるのも赤ボタン。
食べることで、赤はファイヤーですね。食うね、食うね、これ食うね、いいね、飛ぶね。これ中間ゲート、おっつさむね。めっちゃ可愛いヨッシー、あ、出た。あ、ヨッシーの重複に関しては、あ、これはこれヨッシー捨てていかなあかんのかな。あ、あ、これの上行かなくていいですよね。ヨッシー、ヨッシー、これはい、よ、よ、あ、ヨッシー、うせやん。うーわ、これデッティユー、ごめんな、待たした。よし、ワープした。ちょっとなんかファイヤーとか欲しいな。オッケーオッケー、ヨッシーいると安心っすね、マジで。ん？あ、そっか、これを、え、今でっていう、出た出た出た、よし、あ、ミスった。え、いっぱいあんな。なるほど、一個だけワープは隠れてるよみたいなことなのか。これ上に行ったら何かあるとか、そういうことでもないのかな。なんかいろいろ多分ね、隠し要素が多いと思うんですよ。なんかそんなんあったんすよ、その別ルートで行くみたいな、ゴールを別ルートで行くみたいな。説明しにくいけど、なんかそんなんがあったはずなんよ。あれ、あれ、スー、鼻先スー、これよし。まあ今んところはそんなに難しくはないけど、か、かわいい。びっくり。おー、なるほど、なんとかすっぽんぽん。あ、いいですね、曲が。大きなコインはドラゴンコイン、一つのコースで5枚取るとマリオを1人プレゼント。いやな、マリオを1人っていう言い方どうかと思う。あ、あ、これ、そうか、助けてくれてんねや。なるほど、落ちても助かる。あー、はいはいはい、そういうことね。アスレティカル面やから、ほんま落ちるんすよね、あれ。でも下ガードし、あ、ほらほら、うわ、サポーテッド、サポーテッドバイイエローですよ。なるほどね。でっていう、あー、最悪はだからこの緑野郎を捨てていけるわけね。危ないってなったら A ボタンでポーンって捨てる感じ。はい、中間 OK。 全然コイン取ってないような気がするな。ファイヤー、ファイヤーはでもあんまり関係はないですね。ヨッシー乗ってる時はファイヤーが出せるわけではないのか。あ、こ、あ、こわ、こわ、あ、こわ、こわ、来た。よし、あとでも2枚でしょ。なんかスルーしてそうな雰囲気やな。これは、え、なんやろ、星、これ下とかにあったんじゃない。あー、スルーしたね、これ多分スルーした。なるほど、まあそんな別に僕いつもの通りゲームスタイル的にコンプを目指すような、そういうスタイルでは私ないので、もう本当にクリアできればクッパ G を倒せればいいと思ってますので、まあまあピーチをね、ピーチを助けるという名目やね。 OK ね。これなんか来そうやぞ、魚的な、魚的なやつが来よるぞ絶対。違う、トゲトゲ的なことや。え、曲変わった。お、うわー、気持ちいい。なになに、一度クリアしたコースならスタートボタンを押してセレクトボタンを押すとマップに戻ることができます。あ、やり直しですぐ戻れるってことなんや。15機あるよ、もう十分でしょう。あ、あ、やったやった、ちょっと待って、でっていう、いいよ。まあまあまあ安定してますよ。これ上、待っ
ってよ。待ってよ。何にもできてへん。やりたいこと何にもできてへんから。スター長いな、ほんで。危ない。あ、踏んだ。やりたいこと何にもできてへんわ。何一つできてへんかった、今。けど、なんとかなった。これ多分、トゲは、おぉ、コツ？コツってできるわ。よし、オッケー。結構、え？ 100 集まる、楽しいボーナスゲームが始まる。あ、そうなんや。結構ね、ヨッシーのね、ブーツ、カチカチやわ。ソールが。だから、割とその、トゲトゲ的なところでもいけるのかもしれん。コツ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 なって。ヨッシーは、跳ね方が、クリクリっていう跳ね方と同じ。あ、来た。鳥で。え？なんで俺、あ、一緒にはいけへんねや。ジャンプ中上に木を入れると金網つかむことができます。ドアに入るのも上木で。来た。あ、これや。パンチ。パンチこれ。これパンチは、こういうことや。裏これ。おい。嘘。待って待って。これは？あれ良かったんかな？勝手にやったけど。あ、これやで。こうできんねん、これ。あかん。いや、ミランゴせんとこ。ちょ、行きますわ。お城の中にはヨッシーの仲間が捕まっている。この城のコクッパとの戦い、溶岩の池への落とし合いだ。溶岩の池への落とし合い。あかん。おお、いやー、悲惨な死に方すんね、これ。これはグロ映像。クン。あ、ありがたいですね。キノコの状態でフラワー取っても、キノコ残してくれるんや。スーン。あ、大丈夫。おっしゃ、行こう。てて、落とし合い。あ。あ、傾斜が。シャンクさせなあかんの、これ。おっしゃ、シャンクさ。オッケー。あ、だんだん斜めがきつくなっていくわけですね。はい。あれはもう、シャンクさせないと。これ助けたな。サンキュー。そして、爆破。ヨースター島のお城で最初のコクッパを倒したマリオたちは、クッパの魔法で卵にされた仲間を助け出し、ドーナツ部屋へ旅立つので、ありました。オッケー。順調至極。順調至極でございます。うん。ヨースター島の城から、本土に渡ってきたわけですよね。うわ、来た！あれ？あれ？これ、羽的なことじゃないのか。あ、そっか。ヨッシーで倒、あ、しまった。ヨッシーで倒したから、いらんことになったんかもしれんな。これ、でもそうですよね。キラキラーって光ってるやつ多分出すよ。飛べるやつよ、これ、多分。あ、やった。いや、でもちょっと、羽マリオに多分なれるんじゃないかな。多分ですけど。で、空飛べるはずなんですよ。飛び方はカウンター入れるみたいな感じ。俺来た！覚えてるっすよ。こっからの、ダッシュして、こう。いいね！スーッと。いや、いいね。あれ、これ、行ってもだ、もしかして。飛んでもてる。よし。あ、気持ちいい、めっちゃ。おふう。これは何？これ何？もうここで打ち止めようってことかな。おい。いや、とてもじゃないけど、5、6枚取ってこれへんかったな。あ、これなんか駆け上がるようになってるわ。あかっ！え、上なんかあるやろ、これ絶対。何これ。
その緑のやつ取ってこなあかんのか。ぽいっすね。緑のスイッチング テクノロジーを。あー、いや今ジャンプしていったろうか思ったんですけど。あっ、そう、そういうことか。分かった分かった、ま、軽く上覗いとくか。多分なんかね、あんねん、アイテムとか隠し道みたいなのが多分あるんすよ、多分ですけど。うわ、むず。こう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 、このまま行ったらいいかな。変にこう陸地に当たらずに、あ、高さをキープしつつ、あった。うわうわ、なかった。今鍵、鍵だる。そういうことか。あかん、そういうことか。それこそ別通路やで、あれ。なるほどなるほど、なんか隠しが出るんやな。でもあのブロックが今マントで強引に行きかけたけど、本来はブロック、緑のブロックをのボタンを押してから来いやね。あー、そっち行くんかな、お化け屋敷の方に行くんかな。緑のブロックがどこにあるかですよね。うわ、自動スクロールや。ちょっと待って、え、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死んだ。あ、大丈夫、耐えた。せばい。あ、羽なんや。これずっと持ってられへんすよね。あ、やっぱり。気持ちいい、これ。気持ちいいね、これ。なんでしょう、この気持ちよさは。謎のプル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 。あ、ここも緑や。入れる？入った、よし。なんですのと。あー、もう倒せるのは倒せるんですね。上はなんかこれ上上がってく感じか。ペラペーラを止めて、え？え？青亀、なんかヨッシーで青亀ってなんかと食べたら空飛べたような。え、ここも隠すか、もしかしてかもしれないですね。ドーナツ平野のお化け屋敷、まあええか、行こうか。進んでりゃいいでしょ。不具合が出なければ進んでいくよ。ゴーストハウス。あ、あ、いやいや、来るね。ここはお化け屋敷。ここから生きて出られた奴はいない。出口を見つけてごらん。けっけっけ。邪魔しや、おら。伊達に稲川淳二の怖い話聞いてへんぞ、こら。怖いなぁ、怖いなぁ。え、これ、これあかんの？え？あかんねや。ビーチャーチューチェ。あー、なるほど。ビーチャーチューチェ。で、こことかに出るんやろ？知っとんねん。コンタンバレとんねん。ほれみー！ん？あ？自分で操作する感じ。え、上上がっていかなあかんのかな、これ。なやねん。なやねん。まあ、ええわ。よし。16機ありますから。ああ、やり直しですか。隠しがあんな、これ。隠しが。もっと隠しがあんな。ああ、やったな。
あーやったな。よし、これが本来のクリア。なるほど。来た、なにこれ。あ、え、全然あかん、全然あかん。あー、目押しできそう、これ。オッケーです。次はもうちょっとうまくやれそうです。これね、なんかね、ここもう一個上、なんか僕の記憶ではボーナス場所みたいなのが出たような気がすんねんけどな。なんかあんねろこれ。じゃあ隠しあんで、これ多分。どこや。いや、あったと思う。なんかそんな記憶があるんすよ。僕がなんかここによく戻ってきてたような記憶があんのよ。なんかだから扉出てんねん、絶対。押して、矢印出てるやん。トゥクトゥトゥクトゥ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 の時点でなんかあんじゃん。あれ？もう一回か。いや、なんか臭いけどなぁ。ここあれやもんね、これただのこれやもんね。いや、なんかありそうやけどなぁ。ドゥディダディ。このまま入ってもダメやしね。いやぁ、ないなぁ。こっち、なんもない。ドゥディダディ。ゴーレムね。あれ、気持ち悪い。いや、なんかありそうな気するけど、まあ、もしかしたらあそこ飛ぶんかもな、かもしれないですね。あの、なんかありましたやん、上の部分が。まあ、ええわ。なんかね、なんかワンアップみたいなのがとか、ヨッシーとかが取れる場所みたいな感じの、なんかボーナス場所みたいなのが出たような気がすんねんけど、なんか僕のそのもうめちゃくちゃ昔の記憶なので、それが何とも言えへん。当たらず。ん？ほい、集中集中、一本集中、 OK。 いや、そうなんや。うわ、え？戻らへん。戻らへん。戻った。え、気持ち悪い。この方が楽か。オン、オフ。あー、なるほど。オフ。つないでオン。うーわ、ゲジゲジおるわ。真っ黒クロスケおるわ。よいしょ。マジ？あー、なるほどね。で、入れたりする。はい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 。ん？うん。あ、なるほど。3個当てろと。順番当てろみたいなことか。はい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 。順番当てきったら、なるほど。ワンアップもらえると。うわ、ゲジゲジおる。これがよくわからん。はい。よし、マント取ったんで、マント取りましたんで、ちょっと一回戻ってみる。マントじゃないと確認できない場所があると思う。いや、でも当たったらやばいよな、これ。当たらんようにせんとね。ほれ、なんかあるやん。いや、なんかありそう。向こうサイドか。
ほーら来た、ほーら来た、そういうことか。よいしょー、ドトンでできる。え、なんもない。いや、あるでしょ。うん、え、怖い怖い、なんもないな。飛ぶ、飛ぶか。あー、え、おお、おお、あああああ、当たんねや、これやっぱ。よし、これはモータンじゃない。その僕の言ってるボーナス場みたいな、狩り場みたいなところが出るんじゃない。僕のこの拙い記憶があっていればですけど、来い、これ来た。裏道やって、ドーナツ部屋の裏道。あ、これ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 、なんかね、なんか羽とかが出んねん。これヨッシーじゃない、ここ、ここヨッシーで、これ完全体になれるんすよ。ほーら、ほらね、みんな知ってたね、そんなことは。みんな知ってましたね。ま、あの、やばくなったらあそこ、あそこに来る感じで行こうか。それでいいね。あ、え、あ、そうか、これ、これ黄色、黄色やからか。いや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 、ゴー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 。あ、わわわわわ、めっちゃいける、めっちゃいける。お、いた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 。え、どこまでもいけるの、これ。すげえ。あ、消化した。なるほど、消化するまで、わ、危ない。あっ、ごめん、マジこ、うわうわうわ、そんなランダミしてない。ちょ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 、嫌やな、あいつ、嫌、あいつめっちゃ嫌やな、あいつ嫌や。よしよし、どっか行ったで、これ。まあしゃあないな、落ちどころが悪いわ。え、もう多分ゴール近い、あんたです。オッケー、いいんじゃないでしょうか。多分砦はどっちにしろよし置いてくスタイルになると思うので、まあ仕方ないですよね、ここは。ドーナツ平野の城、マリオ21期。まあ全く問題ないけど、羽がいらんような気がするな。うわ、もういかにくせえ、嘘、ちょっと待って、倒せへんのか。いや、上臭くない？ほーれ、激くせえやんけ、こんなもん。匂いがすごいね、えげつない匂いしとるわ、女も。消臭できてない、消臭が全く。ナイス、23期。いや、いつかめっちゃ難しいコース来るかもしれんから、その時のためにちょっとちゃんと奇数は置いときましょうよ。え、どういうこと。ああ、そういうことか。ジャンプキングやね、言ったら、言ったらジャンプキング。え、どうやって行くのこれ。こうか。なんか出そうやな。オッケー、気持ちいい。ビー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 、名曲やな。パパ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 、ドル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 、名曲っすね。当たる？当たった。あ、あ、これを置い、置きの蹴ったあかんね、これね。あっぶね、キワ、痩せてよかった。まあ曲かっこいい、マジで。ちょっとなんか早くなった。
センスありますよね、やっぱ曲一つでも。細いぞあそこ、いけっかな、無理やな。トゲ、まあ、そう難しくはない。あれ隠し、うわっくわー、隠しブロック的なことなのかと思ったら、なんで隠しブロックやと思ったんや、あんなわけないやろ、ずっとこれで来たんやから。甘いわ、認識は甘い、ほんまに。オッケー、トゥ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 、お、は、え、どういう戦い、どういう戦い、踏めばいいのかな、何、どこ行くねん俺ら、落ちてくんのかな、はいはいはい、すん、え、俺倒す気ある、俺を、なしやん俺ら、よーし、オッケーオッケー、まあ何の問題もない。緑のスイッチが全く見つかりませんが、とりあえずは、いいでしょう。あ、え、そんなやり方なんや。叩き潰す。マリオたちは2番目のコクッパもやっつけて、ドーナツ部屋から地下の世界のバニラドームへと進んでいく。この先どんな罠が待ち構えているか、ビーチ姫の運命やいかに。はい。オープン。これ地下行くんや。うわ、いい雰囲気ですわ。ちょっとマザーっぽさもある。はい。じゃあ、これぐらいのテンポで楽しくやっていきたいと思いますので、クリアまでぜひお付き合いくださいませ。